沖縄県教育委員会は沖縄県の教育委員会である。沖縄県内の教育に関する事務を所掌する行政委員会であり、6人の委員で構成される。2019年現在の教育長は平敷明人。講義では教育委員会の事務を担当する執行機関である教育委員会事務局を含めて教育委員会と呼ぶこともある。2008年度沖縄県。 公立学校教員採用試験の教職教養及び一部の教科の専門試験の合否に関わるミスを教育委員会により発表。当時の教育長も含めた謝罪が行われた。すでに二次試験の合否発表を終えていたために合否に影響のあった203名を対象に追加試験を行い、当初最終合格予定者数よりも143人も多く合格とした。そのため、 ずさんな管理体制のほかに、今後の教員の採用数に影響の懸念されると多く指摘された。教育委員会は調査機関を設置し、以降もミスを防ぐ、要チェック体制の強化し、今後の志願者に不平等にならないよう合格者の縮小は行わないことを発表した。教員試験で採点ミス50点台が5点に、琉球新報一時合格新たに197人。 教員採用採点ミス琉球新報、県教員試験で新たなミス合否の信頼性も揺らぐ。対琉球新報チェック体制系外科教員。採用試験採点ミス琉球新報採点ミス。問題改善策本数を実現琉球新報。ありがとうございます。